インドネシアさん、またまた日本を無視した政策を進めて、ドツボにはまったようです。皆さんは、日本がインドネシアから銅を大量に輸入しているって知ってましたか？世界銀行などによると、インドネシアは2021年に未加工の銅を約224万トン輸出。最大の相手国は 28% を占める日本で、その後は中国、韓国、インドと続いています。輸出量の全体の3割近くが日本だなんて驚きですよね。ところが、インドネシアはこの銅を輸出禁止にしようとしているんです。日本としては輸入先を一つ失うということ。今後、どれだけの影響が出るかが気になるところですよね。というわけで、今回はインドネシアの銅の輸出禁止に関わる話題と、日本にどんな影響が及ぶかについて、そして勝手なことをしたインドネシアの末路を合わせて紹介していこうと思います。それでは行ってみましょう。では早速ですが、銅の輸出禁止についてどのような発表があったのかについて紹介していきましょう。2023年1月10日にジャカルタで行われた式典で発表されたインドネシア大統領であるジョコ大統領の発言がこちらです。今年半ばにも銅の輸出を禁止する予定だ。インドネシアの天然資源は国民によって享受されるべきだ。発表のあった式典は、ジョコ大統領が所属する最大与党闘争民主党の設立50周年を記念して行われたものでした。そんな式典の最中、いきなりそんな発表を始めるなんてちょっと驚きですよね。ですが、インドネシアには現在推進中のとある政策があるんです。それは鉱物を国内で加工し、付加価値を高めた上で輸出するというもの。要は原料をそのまま売るよりも国内で加工して売った方が高くなるから、輸出する前に加工して売ろうというわけですね。これが事実なら理由としては納得できます。ところが、インドネシアは今年6月にはアルミニウムの原料となるボーキサイトの輸出を、過去にはニッケルの輸出を禁止しているんです。銅だけならまだしも、他の鉱物も。なんともジョコ政権らしい自己中心的な対応ですよね。これまでインドネシアから輸入していた国の都合もあるのに、自国の都合で勝手に輸出を禁止するなんて、反発する声が上がらないわけがありません。実際ニッケルの時にも輸出先の国たちと大揉めになった過去があります。インドネシアのニッケル鉱石等の輸出制限措置について、2019年11月に欧州連合 EU が世界貿易機関 WTO に提訴、2022年11月30日には小委員会パネルが協定違反と裁定しました。過去にこんなことが起きているわけですし、今回も反発のリスクは当然あるでしょう。にもかかわらず、なぜインドネシアは銅も輸出禁止にしようとしているのでしょうか。それには過去に行ったニッケル輸出禁止にまつわる2つの成功体験があったからだと言います。次のトピックでは、海外から反発されるリスクを冒してでもインドネシアが鉱物の輸出禁止を行いたいという、その理由について見ていきましょう。インドネシアが鉱物の輸出禁止を行うのには2つの理由があります。それは先ほども紹介した通り、過去にニッケルの輸出禁止である成功体験をしたことに関係する理由です。まず理由のうちの1つ、それはインドネシアはニッケルの輸出禁止を行ったものの、現在に至るまで結局他国から何の措置も取られていないという現状があるためです。EU が世界貿易機関 WTO に提訴して、小委員会パネルが協定違反と裁定したんじゃなかったの？と思いますよね。ところが、この WTO の組織には大きな抜け穴があるんです。もちろんジョコ大統領もそれを知っています。だからこそ、それを知った上で2022年1月にはこんなことまで言っているんです。未加工資源の輸出禁止措置を着実に実施していく。 WTO に訴えられても構わない。
この反応を見ればわかると思いますが、ジョコ大統領は他国を完全に舐め切っていますよね。こんな発言までしているくらいですから、確信犯でやっていると言っているようなものです。では、その WTO の大きな抜け穴というのは、一体どんなものなのか。このことについて、国士舘大学政経学部の助川聖也教授は、こう指摘しています。パネル裁定後、インドネシアは、すぐに上級委員会に上訴した。上級委員会が協定違反と結論つければ、措置の是正が求められる。仮に是正措置を履行しなかった場合、WTO が認めた形で、インドネシアに対して対抗措置が発動される可能性がある。ジョコ大統領の強気の背景には、そこで重要な役割を担うはずの WTO 紛争解決機関 DSB の機能不全がある。上級委員会は2019年12月以降、米国の反対で審議員の任命ができず、審査に必要な3名の委員が確保できず、機能不全に陥っている。パネル判断について上訴された場合、上級委員会の審議が終了するまではパネルの結果は採択されない。そのためインドネシアは DSB の機能不全を承知で空上訴によりこの紛争事態を塩漬けにしている。助川教授の指摘を簡単にまとめると、現在 WTO 紛争解決機関の上級委員会は審査を行うのに必要な人員がおらず機能不全になっている。そのためパネルが裁定されても上訴さえしてしまえば上級委員会はいないので上訴の結果が出ないままの状態になっているというわけです。要は WTO に訴えられても上訴さえしてしまえば他国は何の手出しもできない、上訴した者勝ちの状態になっているということですね。こういう状況だからこそジョコ大統領はこの状況を悪用して強気な態度を貫いているのです。でもこのままWTO 紛争解決機関の上級委員会が機能していないままだと、第2のインドネシアみたいな国が現れてしまいそうですよね。もちろん、WTO だってそれは分かっています。そのため、WTO は、代替案として、多国間暫定上訴仲裁アレンジメント、MPIA を発足させたそうです。これには、WTO の164加盟国、地域中、52カ国、地域が参加しています。また、それに合わせて、EU は、MPIA 非参加国が空上訴した場合も対抗措置が取れるよう、2021年2月に EU 改正規則を成立させたそうです。まだ利用実績はありませんけどね。さて、続いては、インドネシアが、鉱物の輸出禁止を行う別の理由についてご紹介します。この理由もまた、過去に成功したニッケルの禁輸にまつわるものです。今回、インドネシアは、加工していない銅の輸出を禁止しようとしていますよね。実は、過去に行ったニッケルの禁輸も、加工を行っていないものに限定していたんです。じゃあ輸出するには、加工を行ったものにしてしまえばいい。そう考えた国がありました。それが中国です。中国は、どの国よりも早く、建材などに使われるニッケル製品を作る製錬所へ、たくさんのお金を投資しました。お金に敏感な中国らしいやり方ですね。2023年2月10日には、現地の採掘会社と中国企業が手掛ける、新しい製錬所の起工式も行われています。さらに、この中国企業だけに限らず、製錬所はどんどん増え続けているそうです。現在、首都ジャカルタから約1600キロ離れた島の南東部のスラウェシでは、ニッケル加工会社の港に行くと、消火器や掲示板など、至る所に中国語の表記が見られます。この会社は、中国企業の子会社として現地で取れるニッケルの加工を行っており、その中国の労働者が住む寮の建設も進んでいるそうです。また、周辺は中国市場と呼ばれ、仕事を終えた中国の人たちで賑わっているのだとか。そういう現状を知ってしまうと、インドネシアは禁輸と言いつつ、実は中国とズブズブなだけにも見えてきますね。まあ、そんなことはインドネシア高速鉄道事件で分かりきっていたんですけども。実際、インドネシアにとって中国はニッケル製品の最大の輸出先になっています。さらに、中国と手を組んだことで、
インドネシアから海外へのニッケル製品の輸出額は2022年に約7億5000万ドルに上り、20年の約5700万ドルの約13倍に増加しました。中国とインドネシアの利益だけで見ればウィンウィンの結果とも言えるでしょう。ところがインドネシアと中国が手を組んだことで不利益を被る人たちがいました。そう、それは日本ではなく中国人の労働者に雇用が奪われてしまった現地の人々です。2023年1月には中国企業の傘下の製錬所でインドネシア人の従業員約500人が賃金や安全対策の改善を求めて抗議活動を行う事態にまで発展してしまいました。この抗議活動が原因でインドネシアと中国の両国で命を落とした人も出ています。国を豊かにするための政策が原因で国民に犠牲が出てしまうなんて本末転倒もいいところですよね。ただインドネシア国民の中にはこの中国とズブズブすぎる現状を問題視している人も少なくはありません。現にインドネシアの国営資源会社の社長ニコラス・カンタル氏も、一カ国が独占したり支配したりすることは望ましくない、様々な国と協力体制を築くことが成功と継続の鍵になると思う、というコメントを発表しています。現地に素早く投資、そこへ大勢の中国人労働者を投入するのは中国企業の海外進出のお箱ですからね。現地で不満に思う人が出るのは当然といえば当然です。現在インドネシア政府は投資は中国以外にも開かれていると強調、アメリカの自動車メーカーテスラにも工場を建設するよう働きかけています。なぜ今度はテスラにと大思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に自動車メーカーと聞いてピンときた察しのいい方もいることでしょう。そう、ニッケルといえば電気自動車のバッテリーにも使われているニッケル電池ですよね。現在自動車業界ではガソリン車に代わって電気自動車を開発する動きが続いています。いわゆる EV シフトってやつですね。まあ個人的には失敗すると思っていますが、それはさておき、中国もニッケル狙い、もっと言えば EV で世界最大の市場となるために原材料を確保する供給網を強化しようとインドネシアと手を組もうとしていたわけです。固定の原材料の供給網が手に入れば中国としては美味しいですからね。ちなみにまだ話題に挙げていませんでしたが、 EV 車で有名な韓国の LG グループ、ヒュンダイ自動車グループもインドネシアの EV バッテリー工場の建設に名乗りを上げています。中国も韓国も自分たちの利益のためなら投資は惜しみません。結局のところインドネシアはニッケル禁輸の一件でこう思ってしまったのでしょう。鉱石をそのまま海外に売るより、それを禁止して国内で加工した方がお金をたくさん落としてくれる国が食いつくから、もっとたくさんのお金が手に入る。じゃあ他の鉱石でも同じようなことが起きるはず。そう、インドネシアが鉱物の輸出禁止を行ったもう一つの理由とは、輸出禁止にした方がたくさんのお金を投資してくれる国がいるからだったのです。一度美味しい思いをしてしまったため、他の鉱石でもう一度同じことをしようと考えてしまったわけですね。だからこそインドネシアはニッケルに続いてボーキサイトや銅とどんどん鉱石の輸出の禁止を進めているのです。さて、インドネシアが鉱石の輸出禁止を進める理由が分かったところで、気になることといえば日本への影響とインドネシアの現状ですよね。まず日本への影響ですが、実は銅についてはそこまで大きな痛手はなさそうです。というのも日本はインドネシア以外の国からも銅を輸入しているためです。一般社団法人日本振動協会 JCBA の発表によれば、日本の2015年度の銅製鋼の輸入は492万トン、銅分約 30%。 主な輸入先はチリ全体の 44%、 ペルー 12%、 インドネシア 12%、 カナダ 12%、 オーストラリア 10%。 このデータからもわかるように、インドネシアにとっては最大の輸出先でも日本にとっては
輸入量の全体の1割ほどというわけです。十分買いが効いてしまう範囲ですよね。ちなみに貿易サイトについても似たようなもので、世界から見たらインドネシアはそんなに取れる方でもありません。そのため輸出禁止になったところで、じゃあ他の国から買えばいいやとなってしまうわけです。というか日本に限らず他の国々もそんな感じの反応をしている様子。ニッケルに関してはレアメタルだったからこそ、先ほど紹介したような事例が成り立っただけなんですね。そういう状況ですので、輸入禁止を行ったところで痛手を負うのはむしろインドネシアの方かもしれないというのが現状です。実際インドネシアのアリフィンエネルギー鉱物資源省は5月24日に未加工鉱物の輸出禁止措置導入が迫る中、一部の輸出を認める方針を示しています。アリフィンエネルギー鉱物資源省の発表によれば、銅、鉄鉱石、鉛、亜鉛のほか銅製鉱から出る陽極泥について輸出を来年5月まで許可する。新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行の影響で建設が遅れていた製錬所がこれらの鉱物を処理できるようにする。輸出を時期尚早に禁止すれば国の収入と雇用を損なうことになる。企業は輸出税を支払い、1月時点で製錬所が少なくとも半分以上完成していれば輸出を続けることができる。貿易サイトについては既存の製錬所4カ所が輸出用を吸収できるとして6月に出荷を停止するだそうです。現在自国で加工するにはまだまだ製錬工場が足りないようですね。そのためとりあえず貿易サイト以外の鉱物は輸出禁止の延期を決定したようです。 WTO の機能不全で他国は手出しできないからと強気な姿勢を崩さず、ニッケルの時のように他国からの多額の投資を狙うインドネシア。替えの利く鉱物でも果たして美味しい思いをすることはできるのか、これからのインドネシアの動きに注目していきたいですね。わあ、やり口が誰かさんにそっくりだ。ニッケルって今は何の電子機器にも使われているよね。他の鉱物でもそううまくいくのかな。チョコ大統領は中国大好きだな。確か高速鉄道も中国だっただろ。脱線したやつ。 WTO は早く対策をするべき。先進国が発展途上国から搾取しすぎた結果だろう。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、インドネシアの銅の輸出禁止が日本に大きな影響を及ぼすことはなさそうでよかったです。お金に対するがめつさが目立つジョコ大統領のことをインドネシア国民がどう思っているのかが気になるところですが、よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。